第7章悪夢に終わる。鬼の恐ろしい悲鳴が轟き渡った。炭治郎の壁画の点によって後部を切断された機関車が前方へ吹っ飛んでいく。車両がきしみ、線路と擦れ合う金属音が轟く。取り残された客車はまるでもがき苦しむ大蛇のように跳ね上がった。凄まじい断末魔と揺れが横転する。分断された運転室の中で炭治郎は振り落とされないように両手両足を必死に踏ん張る。猪之助は、言いかけて刺された腹を押さえた。血が止まらない。お前、腹大丈夫か？ああ、猪之助、乗客を守ってく。ああ。目の前で気を失った運転手が空中に放り出されるのが見えた。手を伸ばすが届かない。その勢いで自分も宙に舞った。死ねない。俺が死んだら、あの人が人殺しになってしまう。客車がねじれ脱線して何度も跳ね上がる。死ねない、誰も死なせたくない。炭治郎は線路脇に叩きつけられた。草地をゴロゴロと転がって下の地面に投げ出されたところでようやく止まる。大丈夫か三太郎。点で見当違いな名前を呼びながら横転した列車を飛び越えて猪之助が駆け寄ってきた。ゆさゆさと炭治郎を揺さぶり引き起こす。しっかりしろ。鬼の肉でバインバインして助かったぜ。逆にな。腹は大丈夫か？刺された腹は。大丈夫だ。猪之助は元気いっぱいだ。風邪もひいてねえ。猪之助は胸をいっぱいに張った。炭治郎はよかったと消え入りそうな声で言う。すぐに動けそうにない。他の人を助けてくれ。怪我人はいないか。首の近くにいた運転手は。猪之助は一瞬絶句し、何言ってんだというような声を出す。あいつ死んでいいと思う。よくないよ。お前の腹刺したやつだろうが。あいつ足が挟まって動けなくなってるぜ。横倒しになった客車の下敷きになっているらしい。足が潰れてもう歩けねえ。放っとけば死ぬ。だったらもう十分罰は受けてる。助けてやってくれ。頼む。真っ青な顔で頭を下げる炭治郎に猪之助は仕方なくうなずいた。はん、言ってやるよ。親分だからな。子分の頼みだからな。炭治郎の体をその場に横たえると背を向けてのしのしと歩き出す。助けた後あいつの髪の毛全部むしっといてやる。はん。そんなことしなくていいよ。息巻く猪之助の言葉に脱力しながら炭治郎は天を仰いだ。空はまだ暗く星が瞬いている。だが東の空は少しずつ白んできている。夜明けが近づいてる。どうかすると遠のきそうになる意識を奮い立たせながら炭治郎は呼吸に集中する。
吸を整えろ。早く、怪我人を助けないと。回復を早めて再び立ち上がらなければ。ふう、ふう。全集中、常駐だ。どんな時でもずっと全集中の呼吸を続けるのだ。禰豆子、善逸、煉獄さん、きっと無事だ。信じろ。仲間を案じながら炭治郎は意識を内側に向けた。地面に横たわった炭治郎からさほど離れていない場所、脱線し破壊された運転室の残骸から醜い肉の塊がじわじわと染み出してきていた。体が崩壊する、再生できない、もはや人の形をなすこともできない。負けたのか、死ぬのか、俺が。屈辱に炎武は震える。バカな、バカな、俺は全力を出せていない。人間を一人も食えなかった。汽車と一体化し、一度に大量の人間を食う計画が台無しだ。こんな姿になってまで、これだけ手間と時間をかけたのに。あいつだ、あいつのせいだ、と、エムは血走った目を見開く。鬼狩りの柱、炎の呼吸の男。200人も人質を取っていたようなものなのに、それでも押された。抑えられた。これが柱の力。乗客に触手を伸ばすたび、あの円筒に焼かれた。五両の客車を縦横無尽に飛び回り、どんなに端からでも気配を察知して、熱風とともに現れた。それから、あいつ。黄色い頭の子供、あいつも早かった。術を解ききれてなかったくせに。あいつはまるで雷のようだった。まさに疾風迅雷。眠ったままのはずなのに、炎武の体を切り刻んだ。しかもあの娘、鬼じゃないか。何なんだ、鬼狩りに組する鬼なんて。どうして無惨様に殺されないんだ。そもそも鬼は始祖たる鬼仏寺無惨に逆らうことができないはずなのだ。それなのになぜ。わからない。炎武には何一つ理解できない。この列車、彼の体はもはや寸断され、ボロボロと溶け崩れていく。次第に狭まっていく視界の中に、あの市松模様の羽織が揺れている。仰向けに横たわった鬼狩りの子供。そもそもあのガキに術を破られてからがケチのつき始めだ。あのガキが悪い。最後の力を振り絞り、一階から手を伸ばす。うねうねとミミズのように手が炭治郎に這い寄っていく。あのガキだけでも殺したい。なんとか。ああ、だがやはりもう限界だ。片
形を保っていられない。伸ばせば伸ばすだけ力は弱まり、風にさらされて塵になっていく。そうだ、あのイノシシも。あのガキだけなら殺せたんだ。あのイノシシが邪魔した。並外れて勘が鋭い。視線に敏感だった。負けるのか、死ぬのか。悪夢だ、悪夢だ、と演武は上言のように繰り返した。鬼狩りに殺され続けるのは、いつも底辺の鬼たちだ。十二鬼月の上限は、ここ百年、ずっと顔ぶれが変わらない。あれほど強い鬼狩りの柱さえ、上限は葬っている。異次元の強さなのか。あんなに無残に血を分け与えられても、柱には勝てなかった。つまり、上限には及ばないということ。ああ、やり直したい。なんという惨めな悪夢だ。最後まで残っていた目玉が、ついに灰のように散っていく。それが、加減の一、演武の最後だった。